それではお願いします。こんにちは、鹿児島大学の西園と申します。オープンサイエンスの推進にあたって、海外の取り組み事例をご紹介する内容となります。よろしくお願いいたします。まず本題に移る前に本発表の位置づけをちょっとご説明しておきたいと思うんですけれども、今年の2月と4月にですね、機関リポジトリ推進会の方から、派遣されまして、研究データ管理を取り上げた国際会議に参加する機会をいただきました。で、本発表はここで得られた知見をベースとしながら補足情報も挟みながら特にイギリスにおける研究データ管理の取り組み事例を取り上げた構成とさせていただきたいと思います。海外事例と言いつつですね、ちょっと網羅するものではちょっとないのでその旨ちょっとあらかじめご了承いただきたいと思います。でご承知のとおり現在海外でかなりオープンサイエンスの推進に向けてさまざまなレベルで取り組みがなされています。でその先進国の一つであるイギリスでは大学が所属校生に対して研究データ管理サービスを提供する例が早くから見られまして、特に最近加速度を増しているという状況があります。でこちらスライドで示している例なんですけれどもこちら、先ほども何回かお話に出てきましたデジタルキュレーションセンター DCC が2014年にイギリスの国内の研究志向の大学に対しまして研究データ管理に関するアンケート調査を行った結果の一部です。でこちら、その機関におけるその RDM 展開 の推進要旨は実際何なのかということを尋ねた項目なんですけれども、でそうしましたら、学術上のメリットとか、研究の公正性のためといったもちろんそういったものもかなりの数が上がっているんですけれども、最大の要因として挙げられたのはやはりその女性団体のデータポリシーがかなり大きいという回答が見られました。でちなみにこの表ではですね学術雑誌のデータ登録要請ポリシーに関してはちょっと36% とか 20% ちょっと低めの数字ではあるんですけれども、あちらのライブラリアンの方のお話によりますと、研究者としては、この雑誌のポリシーというのはかなり大きな影響力を持っているということを話されていました。でそのジャーナルのデータポリシーということはつまりその日本の研究者もすでにこの経験を積みつつあるということだと思います。で話を女性団体のポリシーに戻しまして、スライドに示していますのは、イギリスの RCUK のポリシーの、一覧表なんですけれども、女性団体によって、細かい要件は異なってくるんですが、データの保存期間であるとか、管理計画の作成、アクセスや共有、あとモニタリングの有無とか、あと、等についてポリシーが定められています。でただし、このように細かく要件を定めつつも、必ずしもそれを満たすサポートが同時に提供されるというわけではなくて、データの保存が、要請されているからといってそれに適したデータリポジトリが合わせて提供されるとは限らないという状況があります。でまた分野によってもそのデータリポジトリの整備状況は異なっています。でそのような状況のもと、イギリスの各機関が本腰を入れて、研究データ管理に取り組む必要に迫られた要因の一つが、この女性団体の一つである、EPSRC というところが出したデータポリシーです。でこのポリシーでは、研究者自身に対してももちろんいろんな要請がされているんですけれども、まずその機関が、研究データ管理の第一義的な責任を、持つというふうにされています。でそのためにたとえ少人数であっても、ここから助成を受ける、研究者を要している限り、その機関はこのポリシーに応える必要がある と、会議では、事例報告のあったハートフォードシャー大学というところからは、その時点でのうち の助成者はただ4人なんだけれども、対応する必要があったといったこともおっしゃっていました。でさらに機関は、その部分的なサポートだけではなくってデータライフサイクル全体に対して効率的なデータ管理を提供することが求められています。また、メタデータや DOI の付与であるとか、保存期間最低10年間とか、いうことが求められています。また、デジタルデータだけではなくって、非デジタルデータについてもアクセス要求で答えなさいといったことが求められています。でこのポリシーは、遵守されているかどうかのモニタリングが実施されて、もし違反していた場合にはペナルティーを課すというふうにされています。
で、このような、機関の責任を、大きく求めるポリシー、協力のポリシー、以前は、研究データ管理の取り組み状況というのは、機関によって様々でした。で、例えば、2012年にイギリスの高等教育機関に対して行われた調査によると、回答を寄せたのは83の機関だったんですけれども、この中で現在提供していますとしてあげられた基本的なサービスとしては、研究データ管理に関する、著作権とか知的財産権の問題についてもアドバイスを行っていますとか、データのオープンアクセスや、研究データ管理のポリシーについての意識喚起を行っています、あるいはそのデータの引用の仕方についてのアドバイスを行っていますといったような感じで、同じ調査で、以後3年間における優先順位を尋ねたところでも、アドバイスとかトレーニングを受ける機関が非常に多く見られました。で、研究データ管理サービスはさまざまな構成要素がありますけれども、そのデータライフサイクル全体のサポートが広く提供される状況までにはなかなか至っていなかったと言えるのではないかと思います。で、女性団体による協力のポリシーというのは、その各機関における、研究データ管理サービスの展開に非常に大きな影響を与えたと言えると思うんですけれども、この先ほど挙げた EPSRC の、ポリシーの要件の対応というものは、少なからずも、使いやすいものではなかったようで、調査結果からは、ポリシー発行まで1年を切った時点であっても、例えば長期間のアクセス保証に、対応できているのは、ちょっと間に合わないな、もうちょっと先かなと回答しているところも結構あるということで、いうことが見て取れます。でそれから伝統ある大規模な機関よりも比較的新興の機関であったりとか小規模な機関の方がわりかしスムーズに学内の意思決定が行いやすいという傾向もあるようです。で、一つ注意しておきたいのが、先に見た EPSRC もその一つなんですけれども、女性団体によってはそのデータを管理保存する場所を指定しているケースがあります。で、例えばその欧州経済領域内でちゃんと管理して保存してくださいねといった場合には、例えば研究者が個人的に日頃データの保存に利用している第三者サービス、商用のサービスとか使っていても、それがそのサービスがその領域外で提供されているものであれば、そのポリシーにも満たせないということになります。で、さらにデータライフサイクル全体についての効率的なデータ管理が求められているということもあって、各機関が研究者の支援を包括的に行う必要に迫られています。で、各機関だけではなくって、JIS群も共通のインフラ整備に取り組んでいます。で、ではその全体に対して効率的なデータ管理を求められている研究データライフサイクルとはというのを、示した図の例を、こちらスライドに挙げてました。で、計画して収集分析、管理保存共有発見再利用引用という流れを繰り返して、そのそれらの各過程に対して、アクティブデータの管理であるとかデータリポジトリとか、データカタログとかいったインフラが必要となってきます。で、この研究データライフサイクル全体をサポートするための機関による研究データ管理のサービスの内容、構成要素としましては、例えば研究データ管理に関するポリシーや戦略を立てて持続可能なサービスを提供できるようにすること、また研究データ管理の計画作成を支援すること、それからアクティブデータの管理を支援することと、データを選別・受託すること、データリポジトリ、データカタログを提供すること、あるいはガイダンス、トレーニング、サポートを提供することといったものが挙げられると思います。で、別の図では、こちらは研究プロセス、研究前、研究中、研究後の流れに沿って、サービスを分類すると、このようになるといった例です。で、各その構成要サービスの構成要素についても少しちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まずその各機関の目指すべき方向性を示すポリシーなんですけれども、スライドの表はイギリスの機関におけるポリシーの一覧表です。で、策定にあたっては、各女性団体のデータポリシーへの適合も図りながら内容が検討されており、イギリスにこの同様というわけではありません。で、策定にあたっては、機関の上層部における検討も必要となるんですけれども、
そのまあポリシーを策定したり、あるいはその機関におけるサービスの構成を検討するにあたって、効果的、まあ持続的なサービスを提供するためには、まずはその各機関において、まあ、研究データに関する実態の把握が必要となります。でこのためにはまあ様々な手法が取られていまして、まあ、データセットフレームワークと呼ばれるフレームワークのほか、先ほどもご紹介のありましたインタビュー、研究者へのインタビューということもよく用いられています。で会議の事例報告では、まあ、100近くのインタビューを行いましたといった機関もありました。でさらに一歩進んで、この分野ごとのプロファイルを蓄積共有するためのツールも開発されています。でこういった研究機関の研究者へのアンケート調査報告書は、まあ、公開されている機関もあるので、これを読むことも参考になるのではないかなと思います。でじゃあその実態を把握するためにどのような情報が収集されているかの例としましては、まあ、先ほどエディンバラ大学 のインタビュー例もありましたけれども、まあ機関によって収集する情報は違うんですけれども、どのような種別、まあ、フォーマットのデータを扱っているのか、まあ、どのデータの量のデータが発生するのか、あるいはその普段データの保管先として、まあ、どこに保管していますかとか、保管にあたって研究者は自身はメタデータを付与しているのか、あるいはそのどのように付与しているのか、またそのバックアップを行っているのか、行っているとしたらどこにやっているのか、あるいはそのサポートのニーズはどんなものがあるか、まあ、研究資金源とどこですかといったそういう情報が挙げられるということです。でこれまでに実施された調査では、まあ、例えばメタデータを研究者が何らかの基準に沿って付与している例は少ないとか、データをまあローカルのパソコンの中にしか保存していないとか、バックアップは取っていないとかいった回答も若干数見られたということで、まあ、こういった結果を踏まえまして、実際の研究データ管理サービスの提供にあたって必要とされる要件を導く上で、これらが重要な情報源となってきます。で多くの女性団体が女性要件の一つとして、このデータ管理計画、まあ、DMP と呼ばれるものを作成することを求めています。で先に見た、イギリスの女性団体のポリシー一覧表でも、項目として挙げられています。で研究者は、女性を申請する際に、まあ、そのプロジェクトにおいて、研究データがどのように生成、管理、保存、共有されるのかをこの計画書で明らかにする必要がありますが、でこの研究者からは、この計画書を作成するにあたっての支援を求める声が非常に高いということで、まあ、図書館がガイダンスを行ったり、オンラインツールで支援を行ったり、あるいは個別に相談対応に、取り組んでいたりといったことをしています。で、まあ、全体的な計画書だけではなくって、まあ、プロジェクトの構成要素ごとにも詳細なものを作ることもある、あるいは当日締め切りのものについても朝ちょっと助けてくださいといった依頼が来るという急ぎの対応を迫られることもあるそうです。で、この支援体制なんですけれども、各専門分野の知識を持ったサブジェクトライブラリアンが活用されるということももちろんあるんですけれども、ただその分野によってそのサポートの必要度合いには差があるため、必ずしもその自分の専門ではない分野であっても対応に当たっているケースもあるといったお話がありました。でサウザンプトン大学の方に伺ったところでは、そのデータ管理計画の作成支援を実際に行いながら、まあ、OJT 的な感じで各分野の知識を獲得していっているという実情もあるそうです。で図書館側としては、このデータ管理計画の作成を支援することを通じて、まあ、学内の研究者がどのような知識やスキルを持っているのかといった把握ができるというメリットもあります。でその人的資源のストックに基づいてさらなるサービスの提供をしたり、あるいは研究者同士の橋渡しを行うといったこともあるそうです。で研究データ管理に関する知識やスキルの習得、習得の支援、あるいは意識喚起の取り組みといったものは、一番図書館員としてもイメージしやすいサービスかもしれません。で、まあ、教授会等に出かけていったりとかいうことももちろんあるんですけれども、会議では特に既存 のリテラシー教育や、まあ、家庭教育、まあ、研修プログラムを拡張させて研究データ管理をその一部に取り組むようにするといったアプローチの事例報告が聞かれました。で対象として特に例えばポスドクとか大学院生とか
で、まあ、若手の研究者への働きかけに、まあ、力を入れている事例が数多く聞かれました。でこういった若手の方に研修で知識をつけてもらって、その上司の教授であるとかシニアの研究者の方に、まあ、波及していくといったことを期待されているそうです。またサウサンプトン大学では、まあ、博士論文の付随データを論文本体とは別にリポジトリに登録するということを奨励していて、研究データの流通や共有再利用の促進を図る取り組みをされているということです。で、これまでの図書館は主に研究後の生活物の収集に取り組んできましたが、研究ワークフロー全体の支援にあたっては、研究中のデータについてもそれを保存するためのストレージや、それから他の研究者との共有するための仕組みを提供することが検討課題の一つとなります。でこちらのスライドの図は、先に見た DCC による調査の結果なんですけれども、まあ、その現在無料のストレージを提供している場合、そのサイズどの程度かを尋ねたところ、まあ、かなり期間によってばらつきがあったということです。で中には、一定程度以上の、ストレージについては有料で提供していますというところもあります。でこのストレージサービスをもし提供する場合、その容量を決定する上で、まあ、基準の一つとなるのが、まあ、例えば先に見た機関におけるデータ実態調査の結果、例えば、スライドの図はシェフィールド大学で行った調査の結果なんですけれども、まあ、半数以上の方が、まあ、500GB未満ですよという結果だとか、まあ、こういったものを、調査することによって、まあ、どのぐらいがその機関で適正かということを判断することができるかと思います。で、データカタログとリポジトリについては、既存のリポジトリ、機関リポジトリを、まあ、データリポジトリとして拡張させるところも多いんですけれども、まあ、別のシステムとして持つところ、データリポジトリを持つところもあります。で、さらに、データカタログにデータリポジトリの役割まで持たせるところもあるということで、スライドの図はエリザベア社によるクリスのピュアというシステムがありますけれども、まあ、これをそのカタログとしてだけではなくってリポジトリとしても用いているという、まあ、ランカスター大学さんのデータフローを示したものです。で、DOI 付与のために、まあ、データサイトのメタデータスキーマへの対応が必要となるということで、まあ、Eblinz ではプラグイン開発を行ったということがあります。でこのメタデータについてなんですけれども、多分その各専門分野 の, そのデータを扱う上で多分図書館員の方、まあ、どうしようと思っている方も多いと思うんですけれども、なんか実際にあちらの方のお話を伺ったところ、まあ、登録する研究者の負担を軽減するためにはまずは従前な形でなくても登録をしてほしいというスタンスで、まあ、取り組んでいると。でその分野ごとの、まあ、詳細なメタデータ技術項目の対応よりもまずはそのシンプルかつ一般的な記述方法を取りつつ拡張性を持たせる運用をしていますというお話がありました。DI についてはまた後で詳しいお話があると思うんですけれども、サフィックスの付与ルールは各大学で異なっていて、まあ、大学名を入れたりとか連番としたりとかいろいろあるそうです。で、データサイトから一括検索できるツールも提供されています。でこの機関におけるデータリポジトリはその機関におけるサービスのインフラの一つではあるんですけれども、必ずしもそれが第一の登録先というわけではなくって、研究データ管理計画を策定する際にもその研究者の専門分野に応じてどちらかというと機関リポジトリよりは分野のデータリポジトリを推奨していますという話が伺ってちょっとそれは意外な感じもいたしました。で分野データリポジトリに登録されたものでも機関のデータリポジトリへ、まあ、メタデータだけでも登録するようにということで推奨はしているけれども、まあ、それは義務ではないということで、まあ、複数の、システム間の効率的な運用の検討も必要かもしれませんねという話がありました。で、研究データ管理において必ずしも公開可能なものだけではないので、このセンシティブデータを扱うための手立てというものが必要となってきます。で、こちらの JST さんが先般公表されました資料からきれいにまとまっている表をちょっと引用させていただきましたけれども、
多くの女性団体、ヨーロッパの例ですけれども多くの女性団体で個人情報や、商業的な機密情報、商業的な情報、機密的な情報、あるいは国家機密については、公開を制限するという規定が設けられています。でこういったセンシティブデータについて、どう対応していくかということで、立教大学の運用事例をちょっとご紹介します。でもともとこの大学では、センシティブデータについて、分類の方針、こちらのスキーマ3つありますけれども、と取り扱いのための方針があったということで、じゃあその運用方針を、研究データにどう適用するかという事例報告をされていました。で、このセンシティブな研究データの保管場所としてのの機関事務所の可能性と運用方針を検討したということで、機密性の高いものについては、リポジトリに保存して、その上でアクセスコントロールを行っていく。で、さらにもっと機密性の高いものについては、暗号化をした上で、リポジトリに保存して、で、さらにアクセスコントロールを行う。で、ただし、暗号化キーの管理とか、アクセスコントロールについては、図書館ではなくて、別の部署が担当します。といったことを検討しているという報告がありました。で非デジタルデータについてなんですけれども、例えば、趣向であるとか建築図面とか実験ノートとか質問紙があるといった、調査の報告の例もあるんですけれども、特に重視されるのが実験ノートだと思います。で、これについては電子的な実験ノートシステムの開発がすでに行われていて、これをデジタル防にしようという取り組みもあります。でこれをさらにエディンバラ大学ではこの電子実験ノートシステムをアクティブデータ管理システムから公開データリポジトリ、それから非公開データの長期保存システム、それぞれの学年のシステムと連携をさせて、研究データのその共有へスムーズに導こうという取り組みも行われています。で、この研究データ管理サービスは多くの構成要素がありますので、じゃあこれはどういう体制でやっているのかという点なんですけれども、先に見た DCC による調査でこの研究データ管理対応で指導的な役割を果たしている部署はどこですかという質問項目があります。でこれによると、ほとんどの機関で図書館がその役割を果たしているとみなされている結果が出ています。で他の部署もの数字としては大きいんですけれども、この回答の内訳、つまり単独でその役割を果たしているのか、あるいは他の部署と連携してその役割を果たしているのかというものを見てみると、研究支援の部署だとか広報の部署、あるいは IT 関係の部署が、単独でこの研究データ管理について指導的な役割を果たしているという回答は非常に少なかった、ゼロのところもあるぐらいだったと。で図書館が単独で指導的な役割を果たしているという回答は逆にその 15% あったりとかも、若干差あったということで、ちょっと大まかにまとめると、図書館をやっぱり先頭に副機関内の関係部署が連携しながら機関としてのサービスを構築しているというケースが多いようです。それから人員体制についてなんですけれども、同じくちょっと DC の調査を引くんですけれども、ラッセルグループの大学では、複数の部署から構成して、でさらに今後人員増を予定しているという結果が出ているそうです。でただしその他の、研究志向大学では、必ずしも部署間 のバランスが取れた構成ではないと、でさらに人員増についてもちょっと微増にとどまる程度といった結果が出たということで、サービスにあたってはその各機関のリソースが非常に大きく影響をしているといったことがうかがえます。でこの人員体制に限らないんですけれども、この研究データ管理サポートの会というものは一つではないということで、その機関の実情に合わせたサポートが行われているようです。で、その機関内での部署間の連携だけではなくって、図書館としては、例えばそのトレーニングとか人材育成のツールを共有するといった機関を超えたコミュニティを通して、より良いサービスを目指すという活動が活発に行われています。で実際のプロジェクトであるとか、近隣の地域とか、同じシステムを使っているユーザーグループとか、そういったさまざまなコミュニティで情報共有とか課題が解決する取り組みがなされています。
で、その研究データ管理に取り組んでいる先行例では、まあ、関係部署と連携しつつ図書館がリードしているというケースが、まあ、多く見られるようなんですけれども、じゃあそのような役割を果たしている理由としては、まあ、例えば、まあ、資料組織であるとかリテラシー教育であるとか、あるいはそのサブジェクトライブラリの取得知識とか、いったまあその RDM に関連するスキルを持っていると、あるいはその研究者ともすでに良好な関係を築いていて、スムーズにサポートが行える、あるいはそのオープンアクセスについて、まあ、これまでにリーダーシップを取ってきていて、その関連するオープンサイエンス推進についても、まあ、同じような役割が期待できるのではないかといった評価がされているようです。で、今回参加させていただいた会議では、その前半この発表前半ってかなり女性団体のポリシーの影響が強いと、ちょっとそれを強調しすぎた嫌いがあるんですけれども、その会議のパネルディスカッションでは、その女性団体のそのポリシーを遵守するということだけではなくって、そのデータを共有するということの意義そのものについて、まあ、理解を促進する必要性を改めて問う声が聞かれました。で、そのような意識関係の面でも、まあ、図書館のコミュニティというのものは大きな役割を果たせるのではないかと考えます。すみません、発表以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。